こんにちは、アキコダンスプロジェクトの小野アキコです。今日はブログでも書いている創作ダンスについてお話しします。まずは創作ダンスの一番最初に作るそのモチーフについてお話します。この方法は一般的な方法で、私が大学でダンスの大学でラバンで習った方法なんですけれども、まあ、とても簡単でシンプルな方法なので、千歳船橋の方の、私が今やっている千歳船橋のキッズダンスのクラスでも取り入れてやってます。このモチーフをということですけれども、まず最初にダンスのテーマ、まあ、でテーマですね、春とか、まあ、テーマ曲があったら、そのテーマ曲から連想される動きをいくつか考えてみます。まあ、例えば千歳船橋の方でやっているのは銀河鉄道999の曲を使っているので、その中に出てくる車掌さんが、まあ、どんな動きをするのかっていうのをモチーフにすることから始めました。車掌さんがどんな動きをするのか3つだけ言ってみてっていう風な話をしたら、まずは最初に敬礼するですね。で、次は運転をする。で、次はお客さんと話すっていう、この3つを選んでくれました。単純にやると、というようになります。で、これをだけだと3分の曲をずっとここでやってるわけにいかないので、この動きをいろいろと膨らませていくわけなんですけれども、他の動きを入れたり、まあ動いてみたりと、動きの質を変えたりっていうようなことをして、まあ、動きを膨らませていくわけなんですけれども、それについては次回のビデオでお話しようと思います。